ッパーとしてこれから神宮のマウンドに上がります。さあ、まもなくプレーボールです。ライブ2013東京ヤクルトスワローズと横浜 DeNA ベイスターズの一戦を神宮球場からお伝えします。今日もバックネットからセンター方向へのホームラン、風がやや湿った風が吹き抜けている神宮球場です。昨日2対1、この DeNA に敗れた東京ヤクルトスワローズは現在セリーグ2位、しかしながら2連敗中、連敗ストップなるでしょうか。今日はスターティングオーダー大きく変更してきましたスワローズ。それでは両チームのスターティングメンバーを紹介します。まず先攻の DeNA、 石川、内原の1、2番、クリーンアップが左のモーガン、右のブランコ、右のラミレス、6番にヤクルト戦よく当たっている中村のり、7番左の荒波、昨日決勝タイム、今日は今シーズン初めてスタメンマスク鶴岡が入ります。先発ピッチャーは藤井です。ラミレスは2000本当たりあと1本と迫って今日のゲームを迎えています。一方東京ヤクルトスワローズ、ガラッと変えてきました。1番ライト飯原、2番にショートの川島慶三です。ビレッジ畠山雄平のクリーンアップ、6番宮本、7番キャッチャー相川、ベテランがつなぎます。スタメン、開幕からずっと1番を張っていた田中裕康は今日8番に下がりました。ヤクルトの先発は石川です。まずはいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃいみたいなゆとりがあったんですけどね。だからシーズン入ってからもう打ってやろう打ってやろうっていうのがなんか強すぎるような気がして、タイミングがやっぱり少しずれますよね。チームの中でもオープン戦では一番良かった畠山、おっとこれはどうか。さあこれでヤクルトスワローズ先制アーチは4番畠山。今シーズン4打点目、4番の一発、ヤクルト先制です。投げたボール打った畠山、青山さんいかがでしょう。今打つときにね、タイミング取るタイミング、すごく右足が上がるのがいいタイミングだったんですよね。はい、それを一番感じたんですよ。投球は真ん中寄りに来ましたけどね、タイミングってすごい大事だなって感じたホームランでしたよね。特に畠山というバッターが間を大事にする、はい、言われましたんで、でも狙ってたんで打ちに来たんですよね。だからワンボールから行くのがワンストライクからで、ヤクルトのバッターがワンストライク分だけ儲かったと思っていいですね。はい、ここで外少し甘く入って1、2塁間、さあブランコは3塁を蹴る、ライト飯原バックホーム、どうだ、微妙なタイミング、タッチアウト。相川が体を張って防ぎました。ライト飯原、そしてキャッチャー相川のもとに今ラインが駆け寄ります。ブランコの体当たりをもってしても相川ボールを離しませんでした。キャッチャー出身の大谷さん、相川すごい当たりです。もうこれはもう避けるも何もないですよね。とにかくボールをまずランナーのブランコが自分のところに向かってくるの分かるんですよ。それで捕球とランナーと同時ぐらいのところなんでね、
気持ちが負けるとやっぱり腰が逃げ腰になっちゃうんですよね。はい、よくそのまんまでもとどまりましたね。いやあ、ヒアネに対してはもちろんお前の役割は何なんだと昨日試合後には話したそうです。あ、そうですか。はい、準備不足、俺がバット短く持って打とうと思ってんのにって。あれ、カウントも良くなりましたからね。そうなんですよね。シングルヒット、ライトボーガン今シーズン3つ目のエラー喫しました。特にコーチがベンチを出てきました。まあ、もちろん皆さん人工芝が濡れて難しい処理という条件あると思うんですが、それは確かにそうですねって言えないよ、甘いですね。野球ですからね。そうですね。ご覧いただきましょう。これはでもやっぱ宮本の粘り勝ちですよね。はい、右方向っていう気持ちでインコースにストライクを踏んでない、アウトコースからスライダーが入ってきたのを、まあ、来るまでやっぱり粘ってましたからね。はい、まあ、これはもう後ろに逃したノーカーはどっちかというともボンプレーですよね。はい、いやただこれ貴重な、はい、ヤクルトの方はそうですよ。やっぱりミスで1点、これは宮本のやっぱり粘りがあったからですよね。はい、こういう野球ですね、本来ヤクルトは。そうですね、相手のミス逃さないで、相手に、まあ、そういういやらしいチームだってね、やっぱりずっと思わせることですよ。さあ、思わぬ形で1点を失いました藤井。2アウトなおランナー宮本はよく走って三塁です。42歳宮本三塁進みました。降りしきる雨の中、ライトスタンドからは声援が続きます。もう1点欲しいですね。欲しいですね。先ほどファインプレーの相川、右打ち抜けた、さらに追加点、ツーアウトからさらにもう1点追加、ベテラン相川タイムリーツーベース。これでスワローズ4回裏、そのリードが3点と広がります。相手とすると嫌な点の捉え方になりました。一番答える点になりますよね。これももうやっぱりベテランですよね。宮本にしても相川にしてもインサイドのストライクはないという形の中で粘りながら、で今のはもう藤井の方がライトに行ってエラーで1点取られたのが応えてるんですよね。はい、若干その集中力なくなっちゃった。0-3 から1-9-9、頭バッターも考え方が変わりますので、ね、はい、ああいうところでやっぱり粘ってタイムリーというのは価値があるんですよね。DeNA のファンの方が荒波をクリーンアップに持ってってスーパーカートリーを復活させてほしいという思いもあるみたいです。なるほどね。石川、内村、荒波と石川3番という戦いがあるそうです。あ、これも流し打ちでレフト、ミリッチの前、レフト方向に打球をそらしました。さあ、荒波、2塁を蹴って3塁へ、スリーベースヒットです。あるいはエラーがつくでしょうか。もういいバッティングですよね。はい、このミレッジの守備をね、こう終わった後だともうヒットで止めればっていう風に思われるかもしれないですけど、これはもうこれでしょうがないと思うんですね。そうです、はい、まあ、あの打球ですから、もうああいう形で飛び込むしかなかったんで、これは仕方がないと思いますね。鶴岡、初球を打って右中間、右中間、間を真っ二つ、鶴岡の今
シーズン初ヒットがベイスターズ反撃のタイムリーツーベースです。さあベテラン健在です。中条見たかという一振りになりました。頼もしい鶴岡の存在あっての中条なんですよね。上さん、そうですね、あの DeNA の方は先行って厳しい戦いの中だとやっぱり鶴岡になっていくと思うんですよね。はい、中条はやっぱり育成という、まあ、あの育てるということも前提にないと中条ってまず使えませんのでね。はい、結構ある打席ですよね。そうですかね。で逆にこの打席ラミレスにヒットで出塁されるだと石川の方もあのそろそろ変えた期間なので、ああなるほどですね。はい、ご覧のように通算打率3割0分3厘、1999年のヒットをここまで12年間積み重ねてきました。さあ3対1という接戦の中迎える6回の表、ラミレスの今日3打席目、外のボール球から入ってきました。依然雨は降り続いています。今のファウルは引っ張りに来た、いやあのインサイド来たわけですのでね、はい、打ちに引っ張るっていうよりも打ちに来たっていう感じですよね。キャッチャーが中村に代わっています。スワローズこれも同じような局面、これで追い込みます。スワローズバッテリー22歳の中村、相変わらずダメージあったんですね。ですかね、珍しいですね。ここまで4リードだった相変わらず中村入っています。さあワンボールツーストライク、今日決めたい投げです。詰まらせます。インコースを、まあ、今まっすぐですね。そうですね、あのカットボールカットボールできて、はい、最後あのストレートだったと思うんですけどね。これで外の変化球でいいんですか。まあ普通に考えるとそうですけどね、やっぱりこういうバッターですから、はい、一筋縄ではいきませんので、ね、そうですか、逃げていくボールに1年目130以上の三振を喫してきました。言ったようにアウトコースのボール球っていうことで言ったんだけども、はい、まあ、空振り取れるようなバッターだと2、3本まで行きませんね。なるほど。あただ石川も通算100勝以上をマークしています。空振り三振、ここは石川、いやファールボール、バットに当たっていました。少しまた霧のような雨の量が増えてきました。さあこの低さで粘られましたが、上さんどうしますかね。今のはねインサイド来るんじゃないかと思ってたんで、あのファンですが、あの慌ててバット出してくれたんですよね。はい、ここでインコースファールボール、これを待ってたんですよね。なるほど。仕留めきることはできませんでした。ラミレス、このコースがすごい良かったんですよね。バッターボックスに入る前の準備で勝負の半分以上は決するという日本野球に対応してきたラミレス。明るいキャラクターです。ヤクルト、巨人、そして横浜、頑張れとファンからは愛されてきました。さあ粘るラミレス、粘る石川、7年間育ったこの神宮球場で決めるか。外を見ました、手を出しません。これでカウントフルカウントです。今のアウトコース
コースのストレートがいらないですよね。本負けしてるんですよ、バッテリーがね。行くならカットボール、インサイドのカットか、外はチェンジアップですよ。低め、打った、どうだ、これがいった、ラミレス、ホームランで決めました。なんと、外国人史上初の2000本安打達成は、ラミレス、レフトスタンドへの一発で決めました。来日13年目に打ち立てました。日本プロ野球界新たな金字塔、外国人選手初めての快挙達成です。粘って粘って、そして打てる球を待っていました。いつもと変わらぬナビちゃんパフォーマンスやりましたね。そして今2000本安打を達成した宮本慎也から42人目ラミレスへ、みんなから愛されるラミちゃんがこの神宮球場で記念すべき2000本目のヒットを放ちました。さあ、そして三浦大輔も駆けつけます。シーズン第1号、通算で379号のホームランが2000本の節目になりました。改めて大谷さん、ラミレス2000本、そうですね、外国人で初になりますが、特に今2塁1塁というピンチに左の先頭バッター好調石川を迎えたところ、9個がマウンドに上がります。今シーズン3試合目の登板、3割4分6厘、今日もヒットが1本出ています。先ほど左バッターの左投手に対する率の高い選手の特徴を挙げていただきましたが、この石川は右ピッチャーに2割9分5厘、左ピッチャーに2割6分0厘という昨シーズン、あまり昨シーズンは調子がよくありませんでしたが、今年はとにかく最初のストレートからどんどん行くのがいい結果がつながってんですよ、石川がね。はい、1球目でもとにかく打てる球はどんどん打ってきますからね。今のところそれがヒットにつながってますよね。ボールが非常によく見えるようになったと話してるんですが、かなりオープンになりましたしね。はい、ファーストストライクから行っていいですか。行く場面ですよね。1塁2塁です。畠山はベースにはついていません。
ました。ワンボール2ストライク。ベイスターズ2連勝にあと1球。粘れるかスワローズ。3点リードを逆転されての今シーズン。今日が8試合目。力があります。ファーボール。なんとか食らいつきました。また雨の量が増えてきました。神宮球場。今日は大幅に打順を入れ替えてきました。スワローズ打線。起動した部分もありました。ショートゴロ、セカンドフォースアウトでゲームアウト。ヤクルトスワローズ、これで3連敗となりました。一方ベイスターズはこれで2連勝、4勝3敗。貯金を1つ作って、ラミレスの2000本安打に花を添える勝利となりました。もちろんナビですでしょう。どんな喜びのコメントがナビちゃん節聞かれるでしょうか。ゲームを振り返って大谷さん、スワローズ、はい、石川を援護という意味では3点リードしましたが、はい、その後の展開どうだったでしょうか。そうですね、まあ、やっぱり一番はもう一踏ん張り石川がしなきゃいけなかったところですね。ラミレスのホームランで止めと皆さん、お待たせいたしました。本日のヒーローはもちろんこの方です。2000本安打達成、アレックス・ラミレス選手です。コングラチュレーション。ありがとうございます。本当に神様に感謝します。ありがとうございます。さあ、10球以上粘ってからの石川投手からのホームランで決めたこの2000本安打、今の気持ちいかがでしょうか。It's a great feeling. I praise God for that. I wasn't expecting to hit a home run in that kind of situation, but God is good, and I was able to hit a home run, so I'm very happy. Great feeling. 本当に嬉しいですと、本当に神様に感謝しています。そして、シチュエーションでホームランが出るとは本当に考えもしていなかったんですけれども、ホームランになって、2000本安打達成、本当に嬉しく思っています。最初はちょっとフェンスに当たるかなとも思ったんですが、声援が力を貸してくれたんじゃないでしょうか。 When I hit it, I didn't think the ball was going to go out. I thought that it was going to hit the fence. And when I heard people clapping and yelling, and I realized that it was a home run. And wow, it was an unbelievable feeling. So praise God for that. 本当に打った瞬間はフェンスに当たるんじゃないかなというふうに思ったんですけども、ファンの皆さんの声援、すごい大きな声援が聞こえたんで、ホームランになったんだなというふうに気づきました。そして本当に、神様に感謝しています。レフトスタンドの横浜ファンはもちろんですけれども、ライトスタンドのヤクルトスワローズファンからも大きな声援ありましたね。Well, I'm very thankful to be able to do it here in this stadium where I started my career. And I'm very happy, and I felt all the support, and I really want to say thank you very much for all the support throughout my career here in Japan. 自分の、キャリアをスタートさせたこの神宮球場という場所で、この記録を達成できて本当に嬉しく思ってますし、今まで応援してくれたファン、本当に全てのファンの皆さんに感謝の言葉を伝えたいなというふうに思っています。さあ、そしておそらくこの放送、家族も見ていると思いますが、一言お願いします。Yes, my family is they were here today. My niece and nephew, they were here, and also Kameda-san and his mom and his family. So that's part of my family too. But here, everybody is my family. That's the way I feel. So I'm very happy that they were here today. 本当に、自分の家族もテレビの前で見てると思いますし、ここに甥っ子と
姪っ子が今日は来てくれてますと、そして、ずっとアシスタントをしてくれているカメラさん、その家族の方々もいらっしゃっていまして、もうみんな本当に、家族だと思ってます。そして、この球場にいらっしゃるファンの皆さんみんな、自分の家族というふうに思っています。And also my wife, that she was watching the game on TV. This home run was for you, baby. I love you. 奥さん、今テレビの前を見てる奥さんに、I love you と愛の言葉でした。日本中、そして世界中のラミちゃんファンに向けてですね、最後、今週のパフォーマンスをお願いします。はい、皆さん、今日は2000本安打打ちました。本当に嬉しいです。神様に感謝します。本当に嬉しいです。皆さん、いつも応援ありがとうございます。これからも応援してください。これからも頑張ります。よろしくお願いします。 We are one gets。 ありがとうございました。ありがとうございました。以上、本日のヒーロー、見事2000本安打達成、アレックス・ラミレス選手でした。ファンを愛するラミレスらしい、ラミちゃんらしいインタビューになりました。立本アナウンサーのインタビューでした。2000本安打達成、何か大谷さん、しみじみするインタビューでしたね。これだけ丁寧にね、日本語で受け答えができるっていうのもね、これだけ長く日本でやってくれたからですよね。日本の役に対応